今回紹介する女優さんはこちら、田中ねねさん。2020年3月に SOD クリエイトの配信専属女優としてデビュー。愛称はねねたん。小学3年生から誤解が大きくなり始め、なんと中学3年期にはすでに G カップまで成長。ちなみに母親は I カップだそうな。疑念、恐ろしや、いや、ありがとう。初体験は高校2年生時で、それ以降ほぼ毎日欠かさないというくらいハッスルマッスルしていたそうな。高校生時点で経験人数が20人だとか。私生活では髪の毛をいろんな色に染めるのが好きだそうで、作品でも様々なバリエーションを見れます。それを楽しみにしているファンも多いそうな。AV 芸人のリボルバーヘッドさんからは、国宝的髪乳 G カップ爆乳、歴史に名を残す AV 女優になる、など、非常に期待の持てる女優さんであると紹介し、絶賛している。おぱいソムリエの皆様、国宝的髪乳 G カップ爆乳の、田中ねねさんの作品を見てみませんか？それでは、また次回の動画で。